こんにちは、しおさんでございます。東京駅の八重洲南口にある東京駅一番街、ここに並んでも食べたい美味しいつけ麺屋さんがあります。そのつけ麺屋さんでいただいた生七味の魅力も含めて紹介していきます。僕のチャンネルでは埼玉、東京、千葉、神奈川で見つけたうまいお店をはじめ、旅行や出張で見つけた美味しいお店を紹介しております。食べるのが好きな人や旅行が好きな人はチャンネル登録していただけると嬉しいです。東京駅八重洲南口にある東京駅一番街、東京ラーメンストリートがあります。この東京ラーメンストリートにはいろんなラーメン屋さんが集結しており、東京駅でラーメンが食べたい時におすすめなスポットでもあります。その中の一つ、六輪車さん。この六輪車さんはラーメンストリート開業以来ずっとこの場所にあり、ずっと行列が続いているお店です。久しぶりに訪れるとやはり大行列、待ち時間約30分と書かれていました。実際に並ぶと並んでも食べたくなる理由の一つ、そう、並び始めるとどんどん進んでいき、つけ麺屋さんでもあるにもかかわらず回転がめちゃ早く、この日は12分ほどで食券購入、そして15分ほどで席に案内していただきました。メニューはこちらにあります。今回はこの生七味つけ麺、こちらを特盛りでいただきました。さらにトッピングなどもあります。他のつけ麺や中華そばなども用意されています。この後席に着くと、つけ麺なのに提供が早い、これもまた素晴らしいなと思いました。気になるテーブルセットとお土産、こちらを見て待っていると登場しました。今回いただいた生七味つけ麺の特盛り、つけ汁スープ増しです。このつけ汁スープ増し、これ新たに加わっていてすごくいいなと思いました。このつけ汁については、特盛りを注文した時以前おかわりができるようになっていました。これがなくなっていた代わりにこのつけ汁スープ増しが登場。生七味つけ麺の特盛り、麺のボリュームがすごいですね。かなりの太麺になっています。そしてこちらが生七味、後ほど混ぜていただくところも紹介していきます。特盛りはボリュームがすごい、久しぶりにいただきましたがやっぱりすごいと思いました。そしてチャーシューのトッピングです。こちらの3枚のチャーシュー、かなり厚めのチャーシューでいい感じです。生七味つけ麺特盛り特製&チャーシュートッピングでこの日いただいていきました。まずつけ汁です。つけ汁はかなり濃厚でうまい味わいになっています。魚介の旨味も効いたドロッとした仕上がりのつけ汁になっています。そのままでも飲みたくなる、そんな美味しさがありました。麺は極太麺、かなりの極太でもっちりした食感が美味しいんです。麺をつけ汁の中に入れていきます。このような感じで入れていただきます。しっかりとつけ汁につけていただきました。濃厚なつけ汁が麺によく絡んでいて美味しいんです。続いて食べていきます。めっちゃボリュームがありますよね。太麺、麺をつけ汁に浸して、しっかり浸していただいていきます。極太麺だからこそ生きる味わいであると思いました。ここで魚粉粉、こちらを混ぜ混ぜしていきました。これを混ぜ混ぜすることで、さらに魚粉の旨味、風味が混ざってより美味しくなるんですね。麺を入れていただくと、その魚粉の旨味も加わり、より美味しく強い味わいになりました。特盛りは全然麺が減る気がしない、そのことを改めて感じました。久しぶりでしたので食べれるかという不安もありましたが、どんどんつけ汁につけていただいていきます。しっかりつけ汁につけていただくと、濃厚でうまい味わいが広がっていきます。ここでメンマもいただきました。メンマは美味しく細めの仕上がり、食べるほどにもっと食べたくなる美味しさがあります。
そしてチャーシューが出てきました。このチャーシュー厚めで肉の旨みが素晴らしいと思いました。麺をどんどんいただいていきます。3倍速で見ていきます。それくらいになかなか麺が減らないんですね。そして美味しくてどんどん進んでいきます。ここで生七味をいただいていきました。生七味このような感じになっているんです。麺の上に置いて麺とよく絡めていただくようになっていました。このような感じで麺に混ぜ混ぜしていきます。この時はチビチビではなくてもう全部一度に混ぜ混ぜするのがおすすめであると思いました。このような感じで混ざり合った生七味、風味旨味がめっちゃ美味しいと思いました。海苔やごまの風味、こちらがしっかりと伝わってくるんですね。生七味麺を旨味、こちらが増してさらに美味しいと思います。生七味麺はもう一度食べれました。そこまでたくさんないのでちょっとした一時的な味変のような感じで楽しむことができます。癖になる美味しさ、海苔やごまの風味、これがいい味わいになっていました。さらにこの生七味が乗っていた大葉、こちらも巻いていただきました。これもまたおすすめだと思いました。ここにも生七味の旨味もあります。麺の味わいといい感じで混ざり合っていました。味玉、こちらもいただきます。この味玉もまずはしっかりつけ汁につけていただきました。いただいていくと美味しい味わい、中は絶妙な半熟仕上がりです。こちらもまたつけ汁につけることでさらに美味しくなります。ここでさらにチャーシューのトッピングをいただいていきます。まずはチャーシューそれぞれをつけ汁の中に入れていきました。2枚目も入れて、そして2枚目も入れた後3枚目も入れていきました。もう先につけ汁につけておくんですね。チャーシューのうまみとつけ汁のうまみ、これがしっかり混ざって美味しくなります。そのチャーシューの後はもう一度麺をいただきました。まだまだたくさん麺がありましたので3倍速でいただいていきます。どん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 麺をいただいていきました。なかなか麺が減っていかないですよね。それくらいにたくさんあります。ここでもう一度チャーシューをいただきました。デカめのチャーシューです。食べ応えも本当あります。そしてここでまた味変です。この黒七味を入れていきました。黒七味もまた風味がいいんですよね。この黒七味を入れて混ぜ混ぜしていくことで黒七味ならではの風味、こちらをまた漬け汁で楽しむことができます。麺はまだまだあります。ようやく3分の1くらいになってきました。ここでまた3倍速でどんどん食べていきます。ほんとたっぷり麺があります。チャーシューもいただきました。ようやく麺の底が見えてきた感じがします。それくらいに特盛はたっぷりあります。漬け汁スープ増量だとまだまだたっぷりありますよね。これはありがたいと思いました。あと少しの麺をいただいていきます。美味しいので特盛でもペロリと食べれた、そんな感じがしました。久しぶりにいただきましたが特盛まだいけると思いました。そして最後の麺をいただいていきます。最後もたっぷりいただいていきました。最後の最後でも美味しい漬け汁と麺の旨味、麺がなくなった後は割りスープです。割りスープはこちらのポットでセルフで入れるようになっています。お好みの量を入れていただいていきました。しっかり混ぜ混ぜしていただいていきます。これがまた美味しいんですね。ちょうどいい感じの濃厚さになり、割りスープも美味しくてどんどん飲んでしまいます。飲めば飲むほど飲みたくなる、そんな割りスープに止まらなくなり、どんどん飲んでいるとそのまま結局飲み干してしまいました。このようにペロリといただきました。生七味つけ麺の特盛特製チャーシュー漬け汁スープ増し、
おすすめです。つけ麺は東京の文化だ。ほんと素敵ですね。六輪車さん、いい看板を見ながらお店を後にしました。今回六輪車さんでいただいて感じたこと、それは変わらない回転の速さに対して安心して並べるお店であること。つけ麺の美味しさと提供の速さ、これもほんと変わらないで美味しく楽しめること、ほんと素晴らしいなと思いました。まず麺の美味しさ、この極太のもっちりした食感の麺の美味しさがたまりません。そしてその麺の美味しさがさらに増していく、つけ汁そのものの美味しさ、こだわりがほんと伝わってきます。さらに生七味の美味しさ、生七味は2度目でしたが、今回よりその美味しさを実感しました。生七味と麺、つけ汁の相性の良さについてもほんと魅力的であると思いました。一度食べるとまた食べたくなる、そう感じました。東京駅でうまいラーメン、つけ麺を食べたい時におすすめなお店の一つであると思い紹介をさせていただきました。六輪車さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。